大英グルメシティ、グルメシティ、近畿株式会社グルメシティ近畿は、かつて存在した大英グループの食品スーパーマーケットを運営する企業。本社は大阪府水田市に置いていた。近畿地方にて、グルメシティ、グルメシティヒカリフーディアムを展開していた。大英の完全子会社であったが、2015年3月1日に大英に吸収合併された。 1951年8月に、栄薬品株式会社として設立した、株式会社、栄の会社分割の結果、2001年11月1日付で、同盟の新設法人が、スーパーマーケット事業を承継した上で、2002年3月1日には、同じ大英系列で、関西基盤の食品スーパーの丸江商事株式、会社5月設立。 名古屋の百貨店丸イとは無関係及び株式会社緑6月設立。和歌山県を基盤とするスーパーマーケットを九州合併、さらに2006年3月1日付で大英系の食品スーパー後法人が店舗名をグルメシティに統一することを前提に株式会社グルメシティ近畿に社名変更した。さらに2007年3月1日には同じく 大英グループの株式会社ヒカリアを吸収合併した。栄の法人名は中内の祖父、中内久氏が実家で営んでいた薬品トンや栄薬局にちなむもので、後に中内伊佐が独立、設立し、栄の親会社となる大英薬品工業の名称の由来にも共通している。グルメシティの名称自体は1990年代半から、 株式会社大英が設置する店舗で使われていたほか、当社においても、2006年の社名変更以前から、阪神西の宮店を、はじめ K4 店のグルメ式店舗が存在していた。グルメ式近畿に、社名変更後、店舗ごとに、順次、栄からグルメ式に変更し、2007年4月1日までに、完了した。び、旧緑の店舗は栄の解消を経て、 グルメシティとなっている。大英系列のスーパーマーケットとしては24時間年中、無給営業やシニア営業を率先的に実施していた。また、株式会社大英が設置する近畿地区の店舗の店舗運営や商品調達についても、グルメシティ近畿が担当していた。親会社の大英のポスシステム更新に伴い、2007年に、 当社の店舗についてもポスシステムの更新を行い、ダイエー及びグルメシティ地域4法人共通で利用できるハートポイントカードを導入した。ポスシステム更新前のポイントカードとしては一部の店舗で栄クラブあるいは光やポイントカードを店舗ごとに発行していた。2011年8月29日にグルメシティ近畿が運営する店舗のうち、 グルメシティ東震災橋店が大英グループが展開する新業態のスーパーマーケットフーディアム東震災橋としてリニューアルをオープンした関東地区を中心に展開するフーディアムの近畿地区第1号店であるが東震災橋展開店から2日後の9月1日には大英本社の運営によるフーディアム東島が新規開業した 宮古島本通り店、京国店、南森町店、グルメシティ光や瀬戸店、グルメシティ大和田店。ありがとうございます。